はい、ということで今回は農林水産省が推進している農泊っていうのがありまして、それのプロモーションのお手伝いをさせていただきます。で、農泊っていうのは農家さんのお宅に泊まらせてもらって、で、収穫だとか採れたての作物を使った料理などを体験させてもらうっていうものなんですけれども、で、今回はまず沖縄の東村っていうところにあるコーヒー農園さんと、名護市にあるサトウキビ農家さん、そちらにお邪魔した時の映像になります。ではご覧ください。マイニングマーム。マイニングスキル。沖縄に来て初めて感じるマーム。あ、なんかおしゃれ。外観が。おしゃれだね。今日はこちらで農業体験をします。カフェも併設という感じです。長靴なんか久々じゃない？マイちゃん、はい、ね、久しぶり。移動しますね。靴を持ってついてきてください。10分間で詰めるだけ。詰めるだけ、ね、こういう色がついてない、こういう赤い感じです。そう、ものだとあんまり美味しいコーヒーできないよっていうことだったから、黄色とか赤の色がついてる、うん、こういう風になってんだね、コーヒー飲みって、うん、よいしょ、結構取れたね、うん、う結構取れた、これがコーヒーになるんだね、ね、これからどうなるかね、どうなんだろう、甘い、甘い、うん、甘いんだ、コーヒー豆だ、種が。とりあえず2人分収穫完了。摘みたてのコーヒーで、コーヒーを作って、そのコーヒーがどうやって作られてるかっていうのを知って体験してもらって、はーい、うちまではですね、中がスカスカなのでコーヒーにはできないんですよ。だいたい3分の1ぐらいがここで弾かれちゃいますね。こう出てきます。これがそうです、種、コーヒー豆になる種になるので貴重な素材。出てきます。お、飛んでっちゃった。飛んでったね。今日はキレのあるコーヒー飲みたいなと思ったら、おしど先生みたいに選んでもらうと、お口に合うコーヒーが優しく、でも強くお願いください。しっかりと豆が動くように、そうそう、チャーハンみたいになります。豆の量が多いので、実はこれまだコーヒーの種なんです。なのに待つとまだ芽が出ると思います。うん、うん、見てこのお腹すごいデブ。これからコーヒーの種をコーヒーの豆に脱穀します。これがコーヒーの種がコーヒー豆になりましたね。回されてるかな。どんどん豆になっていくね。ね、なってくる。収穫したやつが。美味しそうな。美味しそう。20分も持つかな。もうここで出し切りましょう、調子に。振ってください、振ってください。まだ振れます。ね、コーヒーでしょ。緊張の、めっちゃ美味しいです。あ、20、21ある、全然余裕だね。ミルっていう機械なんですけれども、なるまでです。あ、すっごい、こう色が違うよね、やっぱり。結構難しいです。
循環マッチ、この村市を1分やるっていう人と、あ、でも1回下がるまで待ちましょう。合いますか？飲みやすい。飲みやすい、うん、あー美味しいね。渋いね。美味しい。めちゃくちゃうまい。ありがとうございました。今日は本当に遠く東村まで。コーヒーがああいう風に木になってて、そこからああいう工程を経て、ああいう風にコーヒーができるって、すげえ面白かったね、あれが。こちらのお宅です。邪魔します。わあすごい素敵な、はい失礼します。足崩していいですか？はいあれですね、沖縄メーカーですね、チンスコーと黒糖とありがとうございます。美味しそう。こちらが本日宿泊させていただくお部屋です。地球儀があるよ。畳だから落ち着くわね。本日お世話になるザクミさんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。タネジミンシュ、はい、音がシリッシリッって聞こえるみたいな、それで人間シリシリって言うの。シリシリ言ってるね。シリシリ言ってる。もう美味しそう。スナックパインって普通のパインより全然サイズ半分、3分の1ぐらい。これがスナックパイン、あのジャムになる前のやつ。あ、おいしい。ちょっと柔らかい歯ごたえは、でも甘みがすごいある。うまいっしょ。確かに歯ごたえがサクサクね。こんな贅沢な使い方ができるのは沖縄ならではです。関東だとやっぱりこれだけの量のパイナップルをドーってなかなか高いから使えない。食べる気がいいパイナップルでももしかしたら早いかもしれない。いい香り。小さい時にイチゴジャムをお母さんと作ったことがあって、覚えてないくらいだ。それぶり。はい、小さい時にあります。パンに塗ったら美味しそうだ。美味しそうだ。出来立てのこのパイナップルジャムをリッツの上に乗せて。いい香り。うまい。パイナップルがぎゅっと詰まってます。あったかいジャムって初めて食べたんだけど、やっぱすごい美味しい。これなんかいくらでも食べれちゃう感じね。このシールとうとうも自分で瓶を貼ります。入れてくださいね。はい、はい、ありがとうございます。甘い香りする？甘い香りします。何が入ってる？サトウキビですか？サトウキビの粉末が入ってる。ソーキを、塩味でやったもので、卵で閉じています。見てくださいね、はい、果物と。お茶はここでのお茶、はい、ガッチーサビア、はい、ガッチーサビア。ビールもね、これ地元のオリオンビールで、あー、これ75って書いてるのが、はい、名護ビール。名護限定泡盛特価43度。あー強い。あ、でも受けるブラジルのお酒が出てきました。背景いや、おつまみに最高ですね。これ酒のつまみもすごい。1万円ずつ出し合って、で、はい、誰が取るみたいな感じ。おー、それが必ずね、もう30分1時間遅れるのは当たり前みたいな沖縄はやっぱそうなんですね。小学校ね、5年頃までは
温度付けする前まではドルを使ってたから、あれ72年でしたっけ、温度付けしたの、うん、そうですね、そうですよね、72年ですよね、それより前ってやっぱ全然やっぱ違ったんですか、そのシステムというか。なんかね、日本の絵を見たらなお金って感じがしたって、おもちゃのお金を見てるような感じ。5セントで瓶の入ったファンタのオレンジとかね、グレープが飲める時代、ずっと右側通行してたのが、左に変わって、うわ右側で車運転免許取ったんですよ。確かに混乱しますよね。僕もアメリカで運転したことありますけど、ぼーっと右折左折したら絶対逆入っちゃいますもんね。ワンヤマド普通通せない、あ、通じない、またこの道中なわいちゃうか。でも内容はなんとなく分かります、言ってることは。へえー、すごい。南アフリカとナミビア、ボツワナ、ジンバブエ、モザンビーク、スワジランド、レソト、あとはタンザニア、ケニア、ウガ。美味しそうな朝ごはんです。朝も取りたい。今回お世話になるザキミさんのお宅です。じゃあサトウキビを取りに行きましょう。はい、サトウキビをかじってやります。かじってやりますということで、今サトウキビ畑に来てます。これからサトウキビを狩りに行きます。あー、思いっきりいかないとね。取れました。おー、わー、怖いな、楽しくなってくるよ、ちょっと綺麗に切れると。これがサトウキビ断面。これ断面なのかな。ネギみたいだよね。あ、本当だ。うん。甘い。お砂糖が。本当にね、砂糖水。でもちょっとやっぱ青臭いよね。でも奥の方でやると切りやすい。そっか、これが来年の目になるわけだ。うん。ひとまず収穫完了です。このぐらいの粒までだったらまだ入るんだけど、一人一人入るんだ。そう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 、そう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 、そういう量で。色をこんな感じなんだね、絞った後は。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。これが絞りたてのサトウキビの汁、何日か置くとこうなります、はい、ということで今日はこっちを使います。色が綺麗、めんつゆみたいだね。めんつゆみたいだね。黒糖をひたすら混ぜます。あ、いい香り。サーターアンダーギーの生地を作ってます。そうそう、花咲くみたいな形、チューリップみたいな、このぐらいの形が。サタンダギがこんがり見事に上がりました。どうぞ。美味しい、出来たて美味しいです。これを自分が食べる量をこういう形で、結構早いんで、このこのぐらいで。卵粉でね、黄色な人参が入ってます。で、ネギは豚の三枚肉が出てくるのが沖縄そばって普通言われるやつで、ソーキそばっていうのが昨日食べたソーキ汁があるでしょ、はい、その肉のが上に乗ってくるのがソーキ。卵を
ここ2つ、あ、ここと紅生姜をつけて三枚肉、三枚肉豚、黄金に輝くスープだよ、サラダさんてな感じ。ホーレーグス、島唐辛子、皮も煮つけたものです。美味しいですね。うん、ホーレーグス美味しいよね、うん、香りがいい、うん、はい、こちらが僕たちが搾ったサトウキビで作った黒蜜です。パンに塗って食べたいと思います。うん、もちろんうまっ、香ばしいね。はい、ということで今回は農泊というものを、してきました。農業の体験だったりとかで、それを使ったその料理だとか、そういった体験ももちろん面白かったんですけれども、やっぱり僕の中で一番面白かったのが、その現地の方との交流っていうところで、同じ日本でもこれだけ文化とか歴史が違う中で、現地の人からそういった話を直接聞けるっていうのはやっぱすごく貴重な体験でした。ということで、もしご興味がありましたら、ぜひ皆さんもやってみてください。以上、お疲れ様でした。